はい、どうもこみです。さて本日はこちらボブソンファミリーさんから見ていきたいというふうに思います。今日はタウンホール13のねお話をしていきたいというふうに思っているんですけども、ですねスパネクとペッカスパビズ、この2つの使い分けに関して結構悩んでる方っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。僕もまあそのうちの一人なんですけども、この2つってなんかどっちがどういう時に使ったらいいのかなっていう、そこの使い分けがすごく難しくて、で、まあ、どちらも強いんですよね。で、上手い人が使うとどっちも強いんですけども、じゃあどっち使ったらいいのっていうところね、そこに関して今日はちょっとお話できたらなというふうに思って動画回しております。でね、今日は、宇治さんのアタックを見ていきたいと思うんですけども、宇治さんご本人がね、今回使い分けてるんですよ。ペッカスパビスとエスパネクト。で、どんな風にそこの使い分けやってるんですかって聞いたら心よくね、教えてくださったんで、まあ、その、テクニックというかね、考え方のところっていうのを皆さんにも話していきたらというふうに思っているところです。で、まずはですね、見ていきたいのは、この7と8のこのアタック、今日2つのリプレイ流していきたいと思うんですけども、まずこの7番から見ていきましょう。まあ、これね、ペッカスパビズの形ですね。これはま、よく、見るペッカスパビズの編成かなというふうには思います。ペッカがいて、スーパーウィザード4体、外周4ののネクロ3体ですね。で、これただね、ちょっと、おでひから始まらないっていうところが少しポイントで、これは、宇治さん、本当に上手い方なんでね、この食いひから入るパターンっていうのがすごく、綺麗にこう決まるんですけども、まあ、これ、おでひから入っても、グランドボーデンにね、こうヒーラーつけたおでひから入っても、食いひから入っても、基本的には、ね、今日のお話しする考え方っていうのは同じです。これ上手いですよね。きっちりここに食いひ入れてきながら、この壁をスーパーウォールブレイカーで開け、ここも開けて、こっちも開けるんですよ。このね、壁開けとクイーンの誘導、プラス、ペッカスーパーウィザードとの合流に関しては、もう圧巻の一言ですね。これはうまい。なんですけども、今日話したいのは、このね、素晴らしい合流ではなくって、あくまで、スーパーウィザードなのか、ペッカなのかというところですね。で、このね、突撃艦イエティからの食い火パターンっていうのは、まあ、もともと中華式ってこれから始まってるところがあって、まあ、割とオーソドックスな形っちゃオーソドックスな形です。クイーンがね、この合流地点まで来たところを見計らって、ペッカ、キング、スーパーウィザード、グランドボーデン出していきながら、このバルーンはね、黒風船回収用のバルーンになります。スーパーボールブレーカーで、さらに奥側を開けていきながら、レイジーをかけてジャンプを使ってタウンホール投石機の方にユニットを誘導していくという形ですね。で、これ見てほしいのは、マルチインフェルノ。これに、スーパーウィザードが入って焼かれそうになるタイミングで、きっちりこれ、トームをかけていくんですね、これ。わかるかな、これ。ここのマルチに、スーパーウィザードがこう、焼かれかけてるところで、こう、フリーズをかけて止めるんですよ。止めていって、で、さらにこの後、トームを出していくんですね。で、これがね、実は、スーパネクとの、絡みにも効いてくる話なんですけど、まあ、結構焼かれたかな。一体残ってるぐらいなんですけども、この真ん中のマルチに打ったフリーズ、これがポイントになるんですね。何かっていうと、宇治さん曰く、マルチインフェルノでスーパーウィザードが焼かれちゃうんだったらスパネクを使う。で、まあ、フリーズなりトームなりで回避できるんであれば、スパビズを使うっていうところらしいんですね。この二つの使い分けっていうのが、宇治さんの中で、考えているそのポイント、その使い分けのボーダーラインになるらしいんですよ。で、今回のケースで言えば、これ真ん中のマルチにしっかりこれフリーズの呪文ね、当てて凍らせて、かつトームをかけて、この辺のスーパーウィザードを守ってきましたよね。で、この形を作っていって、まあ、結果的にスパビズって大体、ダウンホールを過ぎるぐらいでみんなやられちゃうんですけども、まあ、中盤から終盤の入り口ぐらいにかけてまでスパビズがちゃんと仕事をしてくれるっていう環境を作れるかどうか、これがスーパーウィザードを使うかどうかっていうポイントですね。で、もう一本見ていきたいのは、スパネクを使うパターン。これちょっとね、むしろ、どうかな、ペッカスパビズを使うパターンよりも、多分スパネクを使うパターンがどういう場面において大事になってくるのかっていうところをゆっくり見た方がいいと思うんで、こっちは少しね、時間を使って見ていきたいというふうに思います。まず、まあ、プランニングなんですけど、ここね、に突撃艦イエティを当てていきます。突ね。当てていって、で、クイヒをこの部分からガーッとこう流していくんですね。で、ここで合流させていって、で、スーパーネクロとね、スーパーウィッチと合流させて、真ん中からこういう風な感じで流していくっていうところです。で、ポイントになってくるのは、ここ。
このマルチインフェルノプラスこの真ん中のマルチですね。この真ん中のマルチとこのマルチが結構効くんですよ。なんでかっていうと、キングがここにいるじゃないですか。このキングとこの辺のタンクとか、あと、ウィストっていう体力が高い防衛があるがために、ここ突破するのに時間がかかっちゃうと。で、時間がかかっちゃうっていうことは、マルチインフェルノにスーパーウィザードが焼かれる時間が長くなっちゃう。フリーズで止めきれないってことなんですね。それを見越して、ウジエさん、ここ、スーパーネクロマンサーにしています。で、この突破にかかる時間っていうのをちょっと見ながら、意識しながら見てほしいんですけども、これ、スパイズで使ってしまったら、スパイズを使ってしまったら、おそらく、全部このマルチで、もう序盤の入りで全部、スーパーウィザードが焼かれちゃって、ほぼほぼ仕事をしないっていう状態になっちゃうんじゃないかというところでね、この使い分けをしてるらしいんですね。これはね、なるほどなっていう感じがしました、本当に。まあ、理屈上そうじゃないかなっていうふうに思ってたこともあるんですけど、まあ、宇治さんレベルのプレイヤーが、それをちゃんと、体現して、こうね、プレイしているっていうことが分かっただけでも、僕はすごく大きな発見かなって今回思っていて、まあ、それをぜひね、共有したかったっていうのが、まあ、ありますね。さあ、アーチャークイーンの誘導もうまいですね。綺麗にこのマルチインフェルノ十字側の方に向かわせていって、カットをベビードラゴン等を使いながらやっていきますね。で、スーパーネクロマンサーがしっかりこの壁の中を入ってタウンホールに到達するようなルートを作っていくという形ですね。ここ。アイスゴーレムからのスーパーネクロマンサーを出していって、壁の中にしっかり入れていくために、キングでさらにこの回収側をカットしていきます。で、はい、これマルチインフェルノかかりましたね。このマルチインフェルノが、スーパービザード、焼く時間が結構長いんですよ。こういう風にキング倒すのに時間がかかっちゃうし、マルチを倒したら次のマルチもまだ奥側にそびえてるんで、ここでフリーズ3枚、4枚使わせちゃうとかいうことがあるぐらいであれば、むしろネクロマンサーにすると、マルチインフェルノって全然怖くないんですよ、ほら。赤ゲージになってるけど、レイジーかかったヒーラーがガンガン回復するんですよね、スパネクを。で、まだこれでスーパーネクロ4体残ってるんですよ。トームも使ってません。これだけの耐久性がスーパーネクロマンサーにあるからこそ、下手にここでスーパーウィザードを使って、マルチインフェルノに一層捨てられるっていうことをね、させずに、きっちりと、スパネクに切り替えてこの結果を出しているっていうところがやっぱね、宇治さんだよなーっていう感じがしますね、本当に。ほら、まだ言ってるんですよ。スーパーネクロマンサー4体きっちりと。これがもしもスーパーウィザードだったら絶対にこんなに生き残ってないじゃないですか。だからこれがもしもシングルとかだった場合には、むしろスパネクね、じりじりシングルに焼かれちゃうんで進行ゆっくりやから。そういうことを嫌って、一気にレイジペッカスーパーウィザードってシングルインフェルノガーンとしちゃうっていうことも考えられるんですけども、むしろペッカがシングルに焼かれるよりも、スパイズがシングルに焼かれる方が当然怖い。で、マルチに関してはスーパーウィザードは弱いけども、スパネクは強い。この部分の考え方ですよね。いや、結構ね、僕、シングルにペッカが焼かれちゃうってことを怖がったんですけども、まあ、それがね、今回、その宇治さんの話を聞いて、あ、むしろそうじゃなかったんだなと。シングルが怖いのはスパネクであって、マルチが怖いのがスーパーウィザードっていうところがね、まあ、より一層こう印象付けられたという気がしますね。はい。で、今回のアタックですね、ぜひ参考になるので見てほしいなと思うところなんですけども、突撃艦イエティ型の、クイヒーを使ってからのスーパービザードなんですが、これ基本的にはペッカスパビズの中華式のパターンでも同じですね。で、ゆっくりまずこの、最後ね、このプランに関しての話をします。2つとも同じ考え方なんで、突撃艦を中側に入れていって、ここね、この辺の、ちょっと一層、壁の一層、奥側っていうのが2層目から3層目、ここをイエティで潰していきます。で、かつ、しっかりアーチャークイーンが流れないように、イエティがこういう風に歩いてくることもまあ分かってるんですけども、これ怖い場合はね、ここに、ベビードラゴンなんかを当てちゃうっていう手もあるかもしれないですね。で、奥側をカットすることによって、クイーンとスーパーネクロマンサーは、ここの部分がカットされているから、必ずこういう風に回っていくじゃないですか。これを利用しています。これをね。で、スーパーネクロを出す場所っていうのも、こっから出しちゃうと、あ、ごめんなさい。こっから出しちゃうと、こういくユニットとこういくユニットが出てきちゃうから、こっから出すことによって、きっちりと、こういう歩かせ方をするんですよね。ネクロマンサーをこの壁沿いに歩かせるイメージです。なんで、こっから出すのはダメですね。で、逆にキングを外周側に出していって削っていく。で、このカットができているから、キングは中に入って投石機とロイヤルチャンピオンを潰しながら、ここで合流するっていう形を作ります。これですね。まあ、このキングの動かし方っていうのは、必ずしもこうならないケースも、まあ、十分あります。っていうのは、さっきの1本目のペッカスパビズを見ると、キングたち
まあ、合流させてるけども、こういうね、壁が2個こうあって、キングをこういう合流はしなかったじゃないですか。なんで、まあ、そこら辺っていうのはね、臨機応変に変える必要があるんですけども、まあ、いずれにせよこのスーパーネクロを出す位置なんていうのはすごく参考になったと思うし、この突撃艦 AT 型でやるんだったら奥深くまでカットしなきゃいけないから、クイヒーで削れるここの部分はクイーンに任せる、その奥の部分、ここに関して突撃艦を当てていくっていう考え方でやっていくことによって、しっかりここのカットが効いて、スパネクがそれずにまっすぐ向かいたい方向に向かっていってくれるというところですね。このロイヤルチャンピオンはうまいの一言ですね。これは、はい、インビジをきっちり使って投石機まで殴り倒していく。いや、お見事すぎるな、これは。すっげえ綺麗に決まってますけどね。まあ、でもこういう感じになるっていうことですね。スーパーウィザードを使ったアタックっていうのは、結構時間切れのリスクがあるので、ロイヤルチャンピオンをこう裏側からね、こう回してくる。この、ね、仕事っていうのは結構鍵かもしれないですね。で、もうすぐにこの辺回収をこう入れていって、全部潰していきながら時間切れ防止をしていくということですね。まあこれ、グランドウォーデンを使ったオデヒレやるんだったら、ここをグランドウォーデンでカットしながら、こっちに関しては、ライトニングを使って奥側をカットするとかね、まあそういうパターンもあります。で、投下兵舎をこっちにこう出していくとかね、いうパターンもあったりするんだけども、ライトニングを使ったグランドウォーデン、の入り方か、それとも突撃艦 EP を使ったクイヒーの入り方か、まあ、この2つですよね。で、グランドウォーデンプラスライトニングの入り方っていうのは、僕の過去動画の、タンフォール13のプレイリストなんかを漁ってもらえたらたくさん出てきますんでね、それを参考にしてもらいながら、今回のウジさんがやっていた突撃艦スパビズ型のスパネクないしは、スパビズかなだったり、グランドウォーデンオデヒー型のやつだったりっていうのをぜひね、こう見比べながら身につけてもらうと、これね、タンフォール12、13、14全部で強いんで、とても、役に立つ、戦術になってくるんじゃないかというふうに思います。ちなみに僕も最近めちゃ練習してます。はい。というところでですね、本日はタンフォール13の、ペッカスパビズプラス、スパネク、この2つの使い分けがどういうところで決まるのかという点に関して中心にお話をさせてもらいました。最後ね、その2つの戦術をじゃあ実際使う場合にどういうプランニングするのというところもちょっとお話を交えさせてもらいましたけども、どうだったでしょうか。こんな形でですね、僕のチャンネルクラン大戦の解説機の動画中心にやってます。タンフォール12から 14まで幅広くやってますので、ぜひですね、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では、本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。